皆さん、こんにちは。今回は久しぶりに3キレ7段を鬼殺しで目指していきたいと思います。プロ棋士の方と鬼殺しで対局することが増えて、鬼殺し、おい、ちょっと待て。ちょ、やばい。そんなこと言ってる場合じゃない。対局する機会が増えて、鬼殺しに磨きがかかってると思うので、鬼殺しで、7段勝、なにそれ、同銀で、敗者中の勝ち。敗者中の勝ち、あ、王手飛車ってこと？でもそれ飛車回りで受かるから別に、そんなに厳しくないと思うよな。香車取られても桂ならずの味が残ってるんで、結局鬼殺しの勝ち。それはどうすんの？それは、あー、わからん。もうわからん。はい、わからん。いやー、振ってへんよな。こんなパスする手があるのかわかんないけど。あー、それでジッティングでね。ジッティングで刺されて、なんか一本歩とかついとく？同歩なら角。いやー、角がぬるいかな。角がぬるいという説はあるけど、これが何狙ってんのっていう説はあるんですけど、ちょっと刺し手がわかりませんでしたよってことで。次は香車が痛いから金上がりかな。玉上がろうと思ったけど、それも香車が痛い。まあ、香車には同金で取れるようにしといて。あ、今、角なれよな。今、角なったらよかったやん。ケーミングは、玉逃げといてどうですか。玉逃げて、桂なり同飛車。はい、勝ち。飛車取ったら同金で金逃げれるんで、はい、勝ち。完璧。完璧なプランニング。それは銀打つと香車とか嫌か。歩打って同飛車銀。で、一回手番をもらいに行く説。同飛車ないと近づけて銀を打つことで、ちょっと手番をもらいながら生きていく、そういう人生はどうでしょうか。ただ逃げられて、桂馬取ると金取られちゃうんで、そういうことはできない。ただ角なって、桂なりに同馬、香打ちに同馬を用意して、行けば、勝ちなんじゃなかろうか。これはいいんじゃないの？ぶっ刺さってるんじゃないの？まあ、最悪歩打っといてもいいかな。同竜は同馬があるんで、相手の方の、足し算。シンプル足し算。しかしまあ、歩なり同歩、同香なりとなられてもそんな厳しくないので、なんか攻めていくか。ここついとけば、なんか角打ちとか、いろいろ決まりやすそうなんで、まあ角打つか。角打って、銀上がられてどうする気なんでしょうか。私は知りません。私は一切知りません。はい。歩なり同歩、同香なりなら、その瞬間竜の利きが止まるんで、銀で、桂馬取っていこうかな。この瞬間がぬるいと見て、取って。成香寄られたら同馬か。成香引きにはまあ、金くっつけとくぐらいで、いけば、勝ちじゃない？ぶっ刺さってる。やっぱもう1ヶ月以上もうプロ棋士の先生と鬼殺しで対局してるんで、もう極めちゃってるんですよね、鬼殺しを。もう極まってる。過去の自分とは違う。もうあと最強の鬼殺しも生まれてしまう。はい、飛車中落つ。はい、飛車中落つ。まあ、桂馬取るのちょっとぬるい気もするけど。まあまあ、そうですね。はい。はい、順調。まあ、5連勝確定演出ですね、これ。うわ UFO ギリ、いやー、それつけ、よし、不正はなかった。鬼殺し。不正はなかった。金上がって。これなー、ちょっとな、高校とかでなんか横歩取られると、っていうのはあるんやけど。上がったりして受けろ。よし。あー、今飛車浮いた方がよかったかな。微妙なところ。まあ、これでよし。これで、石田流できる。ちょっと早めに仕掛けられると、石田流できない可能性があったんですけど、まあまあこれならできるから勝ち。石田流にできれば勝ちなんで結局。結局石田流ゲー。将棋は石田流。将棋は石田流なんで、うわーなんか相手の方癖強い。わ、陣形の癖が強い。相手の方陣形の癖が強いわ。ひえー、しばきに来てる。なんか橋とかからしばきに来てる。もうこっちもしばくシフト行くか。もう来んのかなー。それでどうにかなると思いで。次、歩突き同歩同銀でやばいか。ちょっと待って、時間がない。いいよ、時間がないんですね。なんかもう歩ついちゃいました。本当でしょうか？いいえ、嘘です。
いいえ、嘘なんですね。同銀は歩打たれて繋がらない。歩突きは同歩。銀出て歩突かれて飛車回って歩突かれて。飛車引いて、なんかわけわからん戦いが始まる。いやー、ちょっと待って。これで、ここでじっと金がプロ。このいつでも取れるから、いつでも取れるようにしておいて、金を寄るのがプロの指し回し。歩突きとかしてきたら、同歩同銀に銀ぶつけるとかどう？うさんくせ。うさんくせえ。今歩叩きとかの方が良かったかな。同飛車なら桂跳ねみたいな。これ歩とか叩くと歩同飛車歩、え、それ勝ちじゃない？歩同飛車歩、これ飛車が横に逃げると角で銀取って同金同飛車ってできるんで、で同金は同銀同飛車、飛車走って同飛車同角みたいな。それややこしいんですけど、こっち銀得なんで、え、強すぎん？いや、犯罪してるわ。ちょっと犯罪しちゃってる。ほんと申し訳ない。将棋の答え見つけちゃいましたね。うん。いやー、将棋も終わりか。まあ、400年続きましたけどね。ついに僕が答えを見つけちゃいました。将棋。まあ、将棋は絶対こう、答えがあるはずなんですけど、パターンが多すぎて答えが見つからないと言われてるんですけども、まあ、ついに見つけちゃいましたね。あ、それで。まあでも銀で解いて、銀なりとかで、ん、銀なりで、同金同角なりで、はい、勝ち、勝ちすぎている、勝ちすぎていて申し訳ないんですけど、銀埋めてくると思うんですけど、まあ飛車打っていく感じかな。放っとけば銀打ちとか飛車打ちとかから、まあ詰みをは必死で、こっちの玉が一応美濃囲いみたいな感じで、寄らない形してるんで、一瞬強すぎる。てか次飛車打って逃げて飛車で角取っていけば、まあ、手順はちょっと長いけど詰みかな。だから防ぐために銀打ってくると思うんですけど、飛車打って馬取ってきたら飛車で王様取るっていう感じでいけばいけるかな。他なんかあるかな。歩打ちは多分飛車打ちで詰み、飛車打ちも飛車打ちで詰み。まあ銀使うのもったいないと見て桂馬で馬の利きの遮断する手もあるけど、まあ、ここに桂馬打っても相手玉あんま硬くなってないから、まあ、シンプルに飛車打ち下ろしとくぐらいでも寄り形になってそう。受けないんじゃない？受けないんじゃないの？受けないんじゃないの？困ってるんじゃないの？これが寄らんもんな。なんかトンシ筋、例えば銀打ちからなんか詰むみたいな筋があるとこっち怖いんですけど、そういう筋もないんで、銀打ち同玉飛車とか打たれても、まあ合駒しとけばいいし、なんか角がこのライン効いてると、銀打ち同玉桂打ちとかあるんですけど、まあ角全然効いてないんで、はい、勝ち。恐ろしい。恐ろしすぎ。おい！ちょい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 。投了しようよ、投了しようよ。てか時間切れだな。いや、まあまあ分からん、何があったか分からん。電波が破壊されてしまったのか。いや待って、でも将棋王図ってな、なんかこっから時間巻き戻って急にバシって刺されたりするからな。急に刺されることがあるんで、ちょっと身構えないといけないんですけど、まあさすがにかな、さすがになのかな。歯がゆい。歯がゆすぎる。この間が歯がゆすぎる。おい、勘弁してくれ。ウォーズで一番辛いこと第一位。ウォーズで一番やめてほしいこと第一位ですね。まあ、恋か、事故かわかんないんですけど、ウォーズで一番やめてほしいこと第一位。投了間際の、時間切れ間際の接続切れ。早いか、じゃあ時間切れがちなんかい。どういうこと？接続切れじゃないの？どういう状況やったんやろ？まあ、何にせよ勝ち。はい、お願いします。はい、勝ち。三間飛車得意って書いてあるんですけど、三間飛車ってちょっとパワーが足りないんですよね。やっぱ先に桂馬を跳ねていかないとパワーが足りないんで、三間飛車得意戦法の方には申し訳ないんですけども、勝ちですね。はい。これで歩ついて。矢倉じゃ鬼殺しは食い止められませんよと。矢倉は対振り飛車にすごい弱い形なんで、鬼殺しから振り飛車にしていけば勝ち。これで玉上がって、
ちょっと引き角からな、そう、引き角からここ圧迫される手は警戒しないといけないんですけど、角上がってここを受ける手を見せておけば、すべて万事解決。万事解決なんで OK。銀出られても同角で対応できますね。なんか抑え込みに来てる。これ桂馬から取る気かな。まあ別に取られてもいいんですけど、金ぐらいは上がっといて、金ぐらいは上がっときまして、銀ぐらいは上がっときまして、歩つくか。これ7筋の交換って得なんかな。なんか石田流ってこの飛車先の歩交換するとかえって逆襲されやそうなんすよね。これ相手の方三間飛車党やから、なんかあれかな、その嫌なことを知ってるというか、それやられたら嫌っていうのがあるんやろな。ちょっと待て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 、やばいかもしれん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 、やばい。歩突きは同角同角同歩、角成り同金、飛車引き角打ち、いや、あれもしかして終わり、もしかして将棋が終わっている。角道と角引いたりして角交換拒否すると、ふーって飛車を閉じ込められる可能性があるんですよね。いやー、ちょっとなんか気まぐれで一本ついてみた。嘘か本とかは知らない、なんかとりあえずついてみた。まあ桂跳ね、ふうなり取られるか、引くんじゃ取られ、まあでも引こう、もうしょうがない、反省、反省の姿勢。もう鬼殺しで時間で負けるってことは許されないんで、もう反省の姿勢、これで引いといて、もう銀銀でいこう、銀銀で、銀銀で圧迫していこう、銀ギラ銀にさりげなくで、銀で圧迫して、うるる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 る、銀で解いて、銀で解いて、銀出まして、銀出まして、なんか圧をかけときまして、なんか桂馬跳ねると歩つかれるか、なんか歩つきで追い返しに行こう、歩ついて銀引いて、歩ついて銀引、銀銀にどちらのまま桂馬跳ねて、なんか角、あー、歩つかれるか、歩つかれたらでも歩とかあるか、それは何ですか、それは嫌なんですか、それは嫌ですね、すごく嫌ですね。はい、歩、歩で止めて、歩で止めて、はい勝ち、はい勝ち、ほんまか、なんかもう角もぶつける、この際もう角もぶつけていかないとしょうがない。なんか桂成り同銀、それはもう同角しかないかな、同角同飛車で銀取られるけど、まあ飛車なってきつ銀損はきついんよ、銀損はきついんよ、てか歩ついて暴れられるからな、それがちょっときつすぎるんやけど、まあそんなこと言ってもしょうがないので耐えるしかありません。同歩同飛車で、あ、角、角は逃げといて、なんかそれあんまり聞いてない気がするんよな、取っといて。聞いてないっていうのは嘘なんですけど、聞いてないはさすがに言い過ぎなんですけど、なんか一本ついとくか。なんかどうせ玉頭こちょこちょしとくの嫌なんでしょ、どうせ相手の方としても玉頭こちょられるの嫌なんでしょって言いながら、歩叩きたいけど、まあ金寄りでもそんなに効果ないんかな、とは思いつつも一本叩いてみる。金寄ると後々桂打ちが、あ、同銀なんや。あ、確かに同桂なり同飛車ってなったら、ここに桂打ちがあるからね。そういうことか。そういう説提唱されてる。あ、そういう説提唱者か。じゃあ、じっと、香車取るとでも馬引きが来るんよな。いやー、ちょっとわからんかった。これ飛車回りから飛車成りが狙われるからな。でもなー、ちょっと桂打ちの王手金取りの筋、え、引いてくれんの、ま、取っとく、取っ、というか今桂馬打てよバカ、なぜ桂馬打たない、どうしてそこで桂馬打たないんだ、ナスの。これで飛車取りと桂跳ねの両狙い、いやー、そうされるか。桂馬はケーミング痛すぎた気がするけど、耐え、耐えた、すべてを耐えた。夜、銀に夜、死んでそう、死んでそう、しちゃうってそこぽか。でもまあ香車捨ててなんか生きてこ、同金に飛車なり、今日なって銀出られてきついですね。一回角打ってみるのはどうでしょうか。くそ無理か、
取られて罪ですね。馬取れるけど、いやてかそれでも罪か、同金同まで。いやーちょっと何が良くなかったかな。いやまあまあこういうこともある。これはまあまあまあ鬼殺しが悪かったというか、ちょっと桂馬の跳ねる勢いが足りんかったな。桂損が栄養っていうことを最近ちょっと忘れてるから、忘れがちやから。うん、いやー化け物来た。いやこの化け物に勝ってこそ鬼殺し、この化け物に勝ってこそ鬼殺しなんで、はい、やっていきましょう。これには私が開発しましたソラリュウ鬼殺しやっていきましょう。角引いてソラリュウ鬼殺し、これで囲っていけばいいんじゃないかという説提唱していきましょう。これでいやー端歩は受けるか、端歩は受けましょう。これ結局な普通の対抗系なんよな。角上に勝てる、それで、それで角上に勝てるんですかっていう、そういう話。ダイヤモンドミノ、ダイヤモンド、ダイヤモンドが言えない。ダイヤモンドになっちゃう。ダイヤモンド囲いになっちゃう。で、歩ついて、銀上がって。これ、歩突きとか来んの？まあ、そんな大丈夫でしょう。知らんけど。いやー、そこかい。取って、同角金。銀冠。銀冠。銀冠と言っといて、歩突くとな、角出があれになっちゃうから。まあ、なんかもう抑えるか。ちょっとしゃーなしやで。それもう歩突き同歩同角、飛車回り歩、角。いやー、それは3円か。歩突くと歩打たれる。いやー、これ5筋から動かれるから、なんか行かざるを得ないんかな、同角で。あんまやりたくなかったけど、しゃーなしやで、しゃーなし。角なると飛車取られてきついんで、まあ、これでこんな感じで、生きていくか。これ連打されるやんけ、もう。やばいって。うーって飛車逃げて飛車走られる。やばい。飛車成りが浮からん。シンプルに浮からん。死んじゃう。死んじゃう。死んじゃう。なんか暴れるしかない。取って。死んじゃう。あ、でもそれは、なんか、それはちょっと嬉しいんじゃない？それは暴れ、えぇ、ー、あ、飛車打たれる。ちょっと待ってくれ。待って、でも玉上がって、飛車打っても玉上がって、飛車なって銀合いで耐え。はい、勝ち。完全に勝ち。完全に勝ちなんで、はい。ほら、もう硬い。ほら、硬い。もう次なんかここに。いや、でも打つ駒がないか。はい、同歩。完全に同歩の一手。歩同銀桂馬とかどうすんね。あ、でも相手の方、歩切れか。歩切れならなんとかな。埋める。これ、あなんか逃げ道広げる。これがプロの逆転術。ここに上がった形が寄らないんで、はい。これが勝ち。ちょっと休憩して、放浪記見よっか。確かに放浪記見た方がいいかもしれない。放浪記見た方がいい説はあるけど、ちょっと待って、ここ勝たせてくれ。ちょっと待って、ここ負けたら2勝3敗の負け越しやん。今までの修行は何やったんや。今までの修行は、おい、ちょそれやめてくれよ。その2連続飛車先つく手はちょっと鬼殺しの天敵、鬼殺し界隈で一番恐れられる、恐れられてる手。しかし歩ついといて、歩突きに角上がりを用意しといて、これで刺していこう。歩ついて飛車も上がって、歩ついて、ひねり飛車にしていくと。次、角出ようかな。これ、角出よう。飛車なられるけど、角引きが手筋で、それで竜を捕まえちゃえば、こっちが刺せるっていうのが、鬼殺しの手筋ですね。はい。完全に鬼殺しの手筋。これ、鬼殺しの裏定石なんで、皆さん、覚えた方がいいですね。鬼殺しは、これで相手の飛車を詰ませるんで、これで勝ちと。これ、なんか、歩とかついて暴れられるんじゃない？荒い。いや、大丈夫じゃないかな。なんか、同歩で飛車回って、まあ、飛車成りがあるんで、打ってくると思うんですけど、歩打って、同金なら、桂馬跳ねて、桂成りを狙っていくと。で、真ん中を受けたら、角成りって王手して、同角に飛車で竜を取るっていう。え、芸術点高すぎん？さすがに芸術点高すぎん？これが鬼殺しの真の、ああ、うまい！なるほど！いや、角成りが王手じゃなくなったんですよね。ただまあ、それでも取るかな。で、竜、ああ、うまい！おい！待って、裏定石を。
裏定石をかわされてる。で取られんのか。今の大手やから逆らえなかった。待って待って、何が起こってんのか分からへん。風叩きとかで攻めたいけど角成りがあるか。玉逃げ飛車取り、風成り同銀飛車。まあまあその攻め合いは結構、あ、風ないやん。え、風ないなら自信ないねんけど。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。大手飛車かわすために一回飛車回るか。歩切れかよ。今の駆け引き何今の駆け引きマジで何。まあこれは一本歩突きは入らへんか。桂なって同銀に銀打ちとかしたいけど、同玉飛車なり銀とかで分からん。なんか一本ついとくと飛車打ちの隙ができて美味しい気がするんですけど、まあ入らんのかな。あ、入った。それは入るんですね。と銀打ち同玉飛車なり銀打ち、そこで竜引くんじゃ面白くないしな。まあなんか風とかでちょっと補充しに行くか。同角なら飛車打ちとか、そういう手でどうでしょう。そういう手でどないでしょうね。あ、でも桂損したんで栄養摂取できてるから、これを負けるわけにはいかない。はい、時間も逆転してる。完全に勝ち。時間も逆転してるんで勝ちしかないよな。結局鬼殺しは時間で勝つゲームなので。そこ手抜き強者で、あ、強者で勝たれちゃうのか。でも強者って飛車とかちょっと嫌じゃない。あー、だからそか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 、馬道を残しつつ強者が打てんのか。同飛車同銀とかでもなんかしたいけどな。ないんかな、そういう手は。なんかする手ない？いやー、飛車逃げて強なって、うわー、ちょっとなー、飛車逃げて強なって風打てればいいんですけど、まあ打てても馬引きとかうるさいか。もう同飛車って切るぐらいかな。でも同飛車同銀の後の手がわからんのよな。1分しかないの。まあでももう切るか。もうなんか切る以外がわからん。もう取っとこ、じっと取っとこ。ハム太郎、取っとこ。ハム太郎で行こう。駒の損得は、駒の損得を数えて冷静になろう。駒の損得は角強交換ですね。あのダダコマゾンですね。負けや、痛い。それ、道具は競馬がある。なんか一回飛車で王手。あれ、それ使ってもらったら取るよ。はい、勝ち。桂打ちがなくなったんでこれは勝ち。完全に勝ってる、完全に勝ってる。あとはもうどう決めていくか、それだけのゲーム。嘘、全然勝ってる気はしない。これは早逃げかな。待って、時間、これ絶対時間の勝負になるから、もう時間だけは勝っていこう。時間で負けることだけは鬼殺し界隈では人権を与えられないので、強者打って、なんか空打ってもらったから強者打つ手がきつくなってる気がするんよな。いろいろ銀とか打って、ねえ、それは強数でどうなんですか。競争打ちまして、あー、でも寄られるか。同飛車なりはどう、あー、そこ強者同馬同銀、あー、わからん、あー強者上がられて意味不明。あーろ、これも切るか。桂打ちで寄せに行こう。桂打ち寄せに行きますわ。飛車打ちには歩で止まるからね。うん、それで行こう。歩なり同金、歩なり同金、歩なり同金、歩なりは同金、歩なり同金。それはもう歩打て、詰めろ、詰めろじゃない、嘘、詰めろ。歩成り同金、それはなって、同金歩、歩打って、何これどうなってんの。もしろ、はい、詰めろ、ならずから詰めろ。腹銀、それはなんか勝ちじゃない。それは世の中的には普通勝ちだけど、いやー、世の中的には勝ちだけど世間は認めちゃくれませんよねっつって、世間は認めちゃくれませんよねっつって。待って、時間がめっちゃ負けてるんですけど。時間がめっちゃ負けてるやん、気づいたら。あー、そら歩打って、あ、これは積んだ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 。これはもう一曲行くね。もう一曲行こう、もう一曲行こう、もう一曲行くね。最後今香車で玉逃げたら強なって罪でしたね。いや、2一玉って引かれたんですけど、1二玉って逃げられたら多分積んでなくて、
まあそれこっちがもしかしたら将棋的には勝ってるかもしれないけど、時間的に勝てなかったかもしれないですね。やっていきましょう、お願いします。一応3勝2敗、3勝2敗かな。あ、待って待ってあ、待って、これ疲れたらどうすんの。やばい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 、金上がったら筆詰むやん。はい、鬼殺し、これが鬼殺しの力。これで桂馬を跳ねていけば勝ち。これで歩ついて、なんか格闘攻めも見せて、金上がられたら一切わからん。これどうすんねこれどうすんね。角上がるか。飛車なられたら飛車ぶつけよう。これが裏定石パート2。これが鬼殺し。なんか歩つかせるとちょっと得な気がしたんよな。でも角引いて歩つかれちゃう。角、こっち引くのは、微妙か。ここ引くと飛車なられた手が角取り。飛車回って取って飛車なる。審判にも程があるよな、それ。いやー、もうそうやって勝負しようかな。なんか飛車、あ、引き引きなら引きならなんか歩とかで暴れられないの。歩ついて同歩同飛車。歩打ってくるけど飛車回って。はい、王手。王手は正義。王手は正義。王手は正義だけど、歩打って同飛車。歩。なんか暴れる手ない。なんかありそうな気はするけどな。歩突き同飛車。桂成同銀角。歩打ったら同飛車で歩切れの相手に歩渡しちゃう。飛車引くのは歩突かれてなんか狙われちゃう。うわぁ、わからん。ここがわからん。歩突くのは角道止めて面白くない。まあ、しょうがないのかなぁ。いたしかたなしってこと？待って、なんで歩持ってんの、相手の方。歩持ってないと思ったんですけど。ちょっと待って、歩持ってないと思ったんですけど。いやー、逃げるしかないか。でもこの飛車どう使うね。使い方が一生ないんですけど。まあもうしょうがない。もう桂損は、桂損は栄養。はい、同歩。はい、勝ち。同飛車なら歩で取るか。はい、取り返せる。桂馬ってめっちゃでかいんですよね。うん。桂馬取れるってめちゃめちゃでかいんで、これで桂馬取れるのめちゃめちゃでかいんですよね。これで歩なっといて。はい、取り返せた。しかもこっちは桂打ちっていう使い方があるんで、はい、巻き返し。完全に巻き返しのターン入ってる。これはまあ一回桂成り。同銀か同玉か、同玉でしたね。しかしそこでわかんない。なんか、あー、二歩。なんか歩ついといた方が攻め味増えるかな。角出とかもあったかな。ちょっと。まあこれで飛車回りとか歩突きとか見せてこ。まあこちょこちょやっていけばうるさいよ、きっと。桂はもうやりたかったですよ、角を。やりたかったですよって何。最初から狙ってましたよとばかりに。ついといて打つかな。ちょっとそれ気になるけど、引いといて、桂馬で飛車が積むんですね。まあそれいっか、別に。桂馬ってめちゃめちゃ価値の高い駒なんで、桂馬2枚もらえるなら飛車上げてもいいんですよね。で、同角で取っといて。これでも同角って取らされると、それが痛いのか。それが痛いのか。わー、それ嫌。まあでも逃げるしかない。とりあえず逃げて。なんか竜とかで歩払われて、きつい気がするけど。これはまあ一本取るか。金とか打つ？銀引かれてどうすんの？知りません。あ、引き？角覗いてもあんま意味ないか。角覗きはあんま意味ない？なんか歩打っとく？あ、歩ついとく？なんか垂らしてなんとかならん？同銀なら金引きとかなんか攻めやすくなるし。これで。いや、今一本歩打てようなバカ。なんで打たへんの？どうして打たないんだそこで。同玉なら桂馬。これは、これも桂馬打つか。でも桂馬打って。銀上がられて。どうするんでしょうか。わかりません。私は知りません。知らないし、知りたくもないし、知りたくもない。それはなんか怖そうやけどな、歩打って。玉頭が薄くなるんで、結構危なそうな気はするけど、どうでしょう。次、歩なり同玉、金上がりとかあるので、結構うるさいんじゃない？結構うるさいんじゃないの、これ。うわー。なるほど、玉頭守って。なんか、歩成りかな。同玉なら、危険地帯をおびき出して、こう入って、取ってきたら、歩成りで迫っていこう。これで歩成りで迫っていこう。同竜とか取られるけど、まあ、同金、ああ、取られない。これは金使って。これは金を使いまして。どうなってるんでしょうか。歩打ちまして。
を打たせていただきまして、を打たせていただきまして、ロロ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 ロノワゾロロロノワゾロを封て、これで角納得か。なんか馬入りから詰めろかな。まあ詰めろじゃないけど、まあ結構危ない。いやー馬入って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 、いやー時間がやばい。時間見られちゃってる、時間見られちゃってる、時間見られちゃってるって、おい時間見られちゃってるって。ちょっと軽跳ねとか、うわそれ逃げる、怖え。なんか玉怖くなってきた、玉怖くなってきた僕の。うわーちょっと待ってもうそれうっかりしてるようでは終わり、人生終わり、人生終わりです。はい、それうっかりするようでは人生終わりです。うんー、なるか、10秒。いやーちょっとなー、切れ負けの指し方を心得てないぞこいつ。いや待って、あーじゃあ同銀ならずの方が良かったのに。時間切れです。はい。いやこれは鬼殺しが悪いんじゃない。ちょっと自分が3切れを怠けてたのが悪い。まあ、戦法としては全部優秀でしたね。まあ、謎の裏定石、あの角成っていう5局目かな、んちゃう4局目か、まあ、そういう 謎定石も誕生した回でしたね。皆さんもあの裏定石ぜひ狙ってみてください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。